そうですね、まあ悔しいところもあるので、まあある意味はまだ負けたことないです。負けたないですね、ベリ立ち上がってから。でもまあ試合振り返ると、最初からね、本当の最初の1分からもうこんなに俺たちが攻めていて、で最後までね 4-0 からもう逆転までいて、で最後6-6で終わったの、まあ悔しいんですけど、でも、まあ、みんなね、やっぱりゴール作るチャンスいっぱいあるので、ただ最後のところ、フィジーのところがうまく決めてないから、でまあそれね、相手がチャンスあるときに視点差があるので、それどんどん試合苦しくなるんで、まあ悔しいところあるけども、もう朝から顔上げて、まあ来年に向けてね、そのチャンピオンシップに向けて、まあやっていきたいと思います。はい、そうですね、まあそういう気持ちも含めてね、本当に、まあ、まあでもまだ次あるんで、でもこんなに来てくれてるし、最後まで応援してくれてるし、でホームの試合に初めてね、あのカントリーがホームの試合であったから、まあ、本当に皆さん、あのこれから感謝してますんで、まだまだこれからもいっぱいあるので、またみんなの力もあの合わせて、みんなで頑張っていきます。